皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。この珍しい光景は、たまたま商店街の近くにいた地元住民と観光客の両方の注目を集めた。賑やかな群衆の中で、K-POP ファンは、ノンさんの通りで自由時間を楽しんでいる BTS の V を見つけて驚いた。現在閉域中であるにもかかわらず、 V は自由のひとときを満喫する機会を得た。ノンさんでの彼の姿は、ファンが撮影した住まいの写真や動画がソーシャルメディアで広まった後、すぐに話題になった。V は革のジャケットとヘルメットで目立たないようにしていたが彼のカリスマ性は隠しきれなかった。多くの人にとっては普通の人のように見えたかもしれないが、熱心なファンにとっては、V の存在は常に並外れた魅力を放っている。 最も注目を集めたのは、V がバイクに乗ってノンさんを気軽に巡っている瞬間だった。明るい笑顔で通りを走り抜ける彼は、k p o p アイドルとしての生活のプレッシャーから一時的に逃れたような印象を与え、信じられないほど幸せで自由そうに見えた。ノンさん氏は韓国でいくつかの主要な軍事訓練センターがあることで知られ、事件後、突然メディアの注目を集めた。普段は静かな通りが、 V の存在から発せられる予期せぬ喜びで満たされた。目撃者によると、V は忙しいスケジュールの合間に涼しい夜風を楽しんでいるバイクを借りる前に、小さなショッピングセンターをぶらぶら歩いているのが見られたという。二人ともとても幸せそうでしたと、近くの店で働く目撃者の一人は述べた。目立たないようにしていたにもかかわらず、彼らのオーラはとても強かった。 そこにいた誰もがそれを感じましたと彼らは付け加えた。V が乗っていたバイクはシンプルなスクーターモデルだったが彼が乗ると周囲の雰囲気が明るくなったようだった。V が楽しんだこの自由な瞬間はソーシャルメディアですぐに広まった。常に V のキャリアの旅を応援してきた世界中の BTS ファンは彼が軍務以外の短い時間を楽しんでいるのを見て感動した。アルファンはツイッターに 厳しい兵役の合間に、ほんの一瞬でも V が笑顔で幸せそうにしているのを見ると、心が温まると書いた。ノンさんでの V の存在は彼のような世界的なスーパースターにとっても、人生におけるささやかな瞬間がいかに大切であるかを多くのファンに思い出させた。彼は超有名人だが、自由とくつろげるちょっとした瞬間を絶望する普通の人でもある。 V の写真や動画がソーシャルメディアに広がるにつれ、多くの人が兵役中にどうやって自由な時間を確保できたのか疑問に思い始めた。一部のファンは彼が短い休暇をもらったのではないかと推測したが、他のファンは彼がリラックスして楽しんでいるのを見てただ喜んだ。あるファンは、オンラインの BTS フォーラムで、みんな彼らを愛しているが彼らにスペースを与え、プライバシーを尊重することが重要だ。 と書いたこのコメントは公の場に出る必要があるにもかかわらず V が邪魔されることなく休暇を楽しめることを願う多くのファンの気持ちを反映していた兵役の最中であったにもかかわらず V は喜びに満ちた存在で多くの人に笑顔をもたらすことができたノンさんの街をバイクで走る V の明るい態度はそれを目撃した人にとって忘れられない瞬間となった 国に奉仕するという責任の真っただ中であっても、V は最も単純な瞬間に幸せを乱し、名声の華やかさを超えて、人生の最も小さなことから本当の幸せが生まれるということを私たち全員に思い出させてくれた。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて。 さようなら。